ロタール・オディニウスはドイツのテノール歌手、アーヘン出身。1989年から声楽の勉強を始め、1990年にベルント・バイクルのマスタークラスに参加した。1991年から1995年までベルリン芸術アカデミーでアンケイ・カーズに声楽を学んだ。アカデミー在学中からイングリッド・ビオナー、アルフレート・クラウスや、 ディートリヒ・フィッシャー・ディースカの各種の指導も受けた。1995年から1997年まで、ブルンスビック国立歌劇場に所属。2003年に、ザルツブルクのモーツァルト週慣で、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、コジュファン・トゥッテで、フェルナンド役を歌い、2004年には、フェリックス・メンデルス・ゾーンの、ボストンから来たおじさん、または二人のおいの初演や、ハンス・チェンダーの、 ドンキホーテの上演に参加して、名声を得た。ロータール・オーディニュース。2019年3月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年3月8日閲覧。ロータール・オディニュース・ディスコングス、ハットアーカイブ2019年2月28日。ベーバックマシン。ありがとうございます。